こんにちは。すごい。これ超楽しみだ。<laughs> やばいな。最近す、本当あの、楽しみだという言葉を連発しすぎてるんですけどでも本当にそれぐらい楽しみなんですよ。全部楽しみなんですけど、今回ですね、多分多くの方が別に注目もしてない。ね。俺のようにちょっと変わった人が好きだと言ってる、こう、あれですよ、こう、LG。LG。 から、LG から、ま、あもうタイトルに書いてると思いますけども、エクスペリアよりもエクスペリアらしい、すごいスマートフォンが出そうです。これリークされまして、もうすでに、えっ、ー、と、デバイスの画像も出てるんですけど、まずそのデバイスの画像をちょっと見てくださいよ。これ。 あの、ご存知の通りですけども、えっ、ー、と、昨年ですね、LG より、まあ、ベルベットっていうですね、あの、まあ、21対9だったかな、もうちょっと、細長かったかな。そうだね、XP よりも細長かったのかなちょっとこう、うろ覚えなんですけども、そういったちょっとカジュアル層に向けたスマートフォンっていうのを出してたんですね。で、この LG ベルベットは、まあ、今までその日本でも出てきてた、 えっと、まあ、G シリーズなんかと同じように、えっ、ー、と、2画面ですよ。えっ、ー、と、もう一つディスプレイを備えた、えー、ケースカバーというのが、えー、付属されたりしていて、2画面でも使えるし、スマートに、まあ要、要カジュアルに、えー、普通のスマートフォンライクにも普通に楽しめるよと、まあ、普通にって今何回言ったのかわかんないけども、えー、いうものでしたと。いうところなんですが、今回、最新の V シリーズ。はい。あの、LG の中でいくつかあったんだけど、その中での V シリーズ、最新で V70Sync。こちら。これ、これ見てわかるでしょ、見てわかるでしょ見てわかるでしょ ?21 対9なんです。21対9。なので、エクスペ i アと同じ、えっ、ー、と、ディスプレイ比率になってますと。 いうところなんですが、まあまあカメラのところもね、結構もう五眼レンズですから、それなりに。で、あと一つはほら、ペリスコっぽいのも搭載されてるでしょまあそれぞれ、まあ、すごく期待できるじゃないですか。シンプルなデザインで、かつ21対9で、えカメラもなんか凄そうに見えるデザインって結構これ素晴らしいと思うんですよ。ただ、ロゴは嫌いだけど。<laughs> で、これね、画像だけじゃなくて、スペック、 スペックもリークされてるんですよ。スペックもリークされてるんですよ。そのスペックすごいです。はい。あのディスプレイは6.5インチ21対9で有機 EL ディスプレイなんですけども、えー、4K です。4K。なので、エクスペリアが唯一、21対9であり 4K ディスプレイというこの2つをね、持ってたんですけども、エクスペリアだけじゃないものになってしまう。 21対 9UKEL ディスプレイの 4K 解像度。で、かつ、リフレッシュレートが 120Hz です。これ、エクスペリアがもうそろそろやるんじゃないか、やるんじゃないかって言われていたやつですよ。ね。まあもう実際問題、エクスペリアの 5M2 で 4K 解像度ではなくてフル HD プラスというところではありますけど、120Hz でやりましたが、えっと、1シリーズ 4K 解像度を持っていながら 120Hz にするんじゃないかと。 言われていたんです。こちらの LED、もう早速、4K 解像度で 120Hz というところです。ただまあ、もちろんですね、4K で120なのか、要はその、ディスプレイの解像度としては 4K を搭載してるんだけども、120Hz のリフレッシュモードにしたら、もしかしたら、えー、それよりも解像度を落とされる QHD とか f u HD プラスとかになるかもしれないというところはまだちょっとわかんないですけども、 その可能性もありますけども、ディスプレイの性能としては 120Hz のリフレッシュレートも対応すると。いうところなんですね。で、プラス、まあ、UKL ディスプレイのデバイスをですね、それぞれこう比較している方だと、まあ、重視していると思うんですけども、輝度。1302度です。 はい。本当だったら、まあ多分1500ぐらい欲しいなって思ってた人もいると思うんです。でも、それでもね、それでも1300あればいいじゃないって、俺なんか思っちゃう。だって、4K 解像度で1 2 0ルツですよ。そこで1500、もう、もり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 じゃん。もり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 でしょまだか1300ぐらいでも許してあげてもいいんじゃないかってちょっと思ったりはします。はい。 すごくないですかこれディスプレイだけでも結構いいと思うんです。ただまあ、もちろんですね、Xperia とちょっと違うのが、ちょっと違うのが、パンチホールがあるっていうところかな。パンチホールになってるので、フルフルで、えー、長方形フルフルで、えっ、ー、と、4K みたいな感じではないので、そこだけ Xperia とはちょっと違うし、マイナスポイントに感じる人もいるかもしれないですけども、とはいえ、インカメラのあの、 ポツッとした、ちょっとした点ですからね。そこの部分にコンテンツのマイナスというところをどんだけの方が重視するか。これはもう、あの、それぞれ天秤にかけたと,ところだ、ところだと思うんですよ。要はその他のパワーとかカメラとか、ね、価格とか、そういったところを全部ひっくりめて天秤にかけてどう、どうなのかというところだと思うんですけど、俺自身はパンチホールのちょっとした穴ぐらいは許せる人の方が多いんじゃないかなというふうに思います。このスペックだったら、まあ、それでも、 まあまあまあ、あの100、100、点満点じゃないけど、許せますっていう人の方が多いんじゃないかなって思うんですよ。ということで、その、ちょっと興奮冷めやらんというところですけども、あのー、行こう。先に行こう。で、CPU。スナドラ888。最新です。最新。スナドラ 888. 最新です。はい。ラム。 12GB 版。これはまあわかるね。スタンダードでしょうと。2021年のスタンダードが 12GB なんでしょっていう感じですよ。これ予想通り。もう一つ、16GB 版もあります。どこで、スペックを追い求めたい人に、しっかりと、ついてくる。っていうこともそうですし、12GB でも十分にね、あの、ハイスペックなんですよ。で、なんで 12GB まで積んでるか。要は 8GB、12GB っていうのが、例えば今年のエクスペリアもそれやってくるんじゃないかって言われていたりします。なんでこ 今回、ねまあ、2021年のスタンダードとはいえ12ギガから始まっているの下加減12ギガってすごいじゃないですか去年の感覚からすると12ギガすごいじゃないですか何でそこまでやってくるのかというともともともう1枚のディスプレイを備えたケースもつけて2画面で使わせていくことも想定されているからですよねであと LG のスマートフォンを使ってことがある人だとあの分かると思うんですけど もういち早く、例えばその、今 iPhone とかでもね、やっていたりするんですけども、あの、この多眼式になったりとか、あとはアウトとインのカメラっていうのを同時に使うっていうのをいち早くやってたのは LG なんですよ。そういったようなバックボーンのところで、そのアプリケーションとしての機能を、まあ、なんていうんですかね、他の一般的なものよりももうちょっとこう、 まいっていて、それをそれぞれ組み合わせで使うっていうこと、LG、もうデフォルトで考えられてますから、そういったところも含めて、まあ、価格との兼ね合いももちろんありますけど、できるだけ容量高くと、多くという風になっての12ギガ、16ギガってどとこなんだろうなっていう風うに思います。まずまあ、2画面で、もうそもそもアプリをさ、もう、 最低二つ同時に使うことっていうのはもう想定されて、もう誰がどう見ても LG のこのシンクシリーズ、まあシンクでつかなくても二画面やってたりするんだけども、あの二画面で使うよねと、メーカーの方からもうそれを進めてるわけですから、それをサクサク動かすためにはまあ最低、今の時期だったら12ギガでしょっていう感じなんでしょうね。これすごく良くないですかまあストレートに、もうストレートだけでも二画面にしなくて使うっていう場合も、 まあ、例えば高品質なグラフィックを搭載してるゲームアプリももちろんそうですし、あともうちょっとテクニカルなところでディスプレイへの出力をしながら使って、パソコンライクに使っていくってこともいろんなことに対して、あればあるだけいいっていうのがラムじゃないですか。ね。もちろんその使うな人にとっては、まあまあまあそんなやないですってことなんだけども、今後どんな新しい技術だったりとか、新しいサービスだったりとか、それに対応するアプリケーションが出てって,っても、大抵のことには対応できますっていうことですから、 これ素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてストレージはニゴ頃と 512GB で最新の UFS 3.1というところです。もうすべてが今のところフルフル。フルフルだよね。ディスプレイも含めてフルフルじゃないですか。4K 解像度で120リフレッシュレートだからね。全部フルフルですよ。ここまで。 このスペック、今のところ、エクスペリアを見ていた人たちが、いや、これエクスペリアでやってほしかったっていうところが今、もう順々に来てると思います。で、そんな中で、バッテリーが4000ミリを超えた4300ミリアンペアアワーですよ。もちろん、その、エイスースとかさ、そういったところでもハイエンド機で5000ミリ積んできてるものもありますけども、ありますけども、 見てくださいよ。だってまだ3000ミリ台とかがいっぱいある中で4000ミリ積んできてるんですよ。これは大したものじゃないかというふうに思います。ちょっとね、あの、充電速度に関しては、えっ、ー、と、シャオミだったりとか、おポリかなわない部分はもちろんあります。45ワットですからね。それでも45ワットですから。で、ワイヤレス充電で25ワット。リバースで5ワットというところなので、まぁ、あ、ちょっと廉価、あの、劣化版、えー え、ギャラクシーみたいな感じでちょっと映らなくもないですけどそれでも十分だと思いますよ。正直十分だと思います。これあの、45ワットの、あの、充電速度でも、多分不満に思う、日常で使っていて不満に思うことはほとんどないと思います。これ素晴らしいと思う。そしてカメラ。さっき5眼と言いましたけども、まず5000、5000万画素のメインカメラに、え、1200万画素。 そして6400万画素と4800万画素。結構解像度が高いものは目白押しだよね。こう、あのこう、超広角もそうだし、望遠もそうだし、それぞれが搭載されて、まあこれがどういう使い方になっていくのかっていうのは実際には LG から正式発表の中で、まあそれぞれその、このスペックから読み取れない機能、新しく搭載した機能に対してこう言及してもらわないといけない部分ではありますけども、スペックだけでも、 楽しみになります。で、この、えー、今言ったカメラですけど、レンズが、えー、これね、もう、韓国仕様だね。韓国仕様。だってディスプレイも韓国製です。もう、自分たちの LG のものでしょですから、このレンズも韓国仕様ですよ。なんだっけ、サムヤン。サムヤンオプティクスだったかなあのー、40年ぐらいやってるレンズメーカーですよね。あの、あんまりその、スマートフォンとかでは、あの、出てきてないと思うんですけども、 まあその普通の一眼とかデジカメとかのレンズを作っているメーカーっていうところです。2010年ぐらいから結構売れ始めたのかな。まあそれでももちろんそのレンズメーカーといえば、まあその日本がかなり強いところがあるので、それと比べたらね、まだまだ弱いのかもしれないですけど、まあこれカメラが詳しい人だったら聞いたことあるメーカーなんだと思うんですけど、サムヤンドをやってくると。だから、えっ、ー、と、ファーウェイが、 えー、まあ、まあ、違う。ファーウェイじゃない。えっ、ー、と、エクスペリアがサイスレンズを持ってくるみたいなイメージでしょうね。まあまあ、サイスは日本じゃないからあれですけど。うん、<laughs> まあ、だから、韓国で韓国なりに、まあ、できるだけ韓国のものというところで、まあ、サムヤンを持ってきたのかなっていう感じがしますが。っていうところと、まあ、フロントが、えー、インカメラが4000万画素というところになっています。これ、楽しみよね。 これは楽しみだと思う。で、価格情報もちょっと出てきているんです。価格はというと、12万円。約12万円ということが言われています。で、最、最上位モデルが14万。だから、えっと、ラムが16ギガで、ストレージが512のモデルで14万。ラ、え、ム、ー、が12ギガで、ストレージが2頃で12万。という風うにリークが出ています。これね、 日本国内でエクスペリア大体12万円ぐらいじゃないですか。それと比べた時にどうですか単純に、その、韓国メーカーだとか、ロゴの好き嫌いだ、俺みたいに。ロゴの好き嫌いだっていうところで、もちろんあるんだけど、そこがなしになった時に、ああ、こっちの方がエクスペリアらしいエクスペリアだなって思わない。あと価格的にもこっち選ぶっていう風にならないですかすごいものをなんか LG はね、今回投入する気みたいですね。これすごく楽しみだ。これね、 これはすごくいいぞ。いいぞ。もう普通にさ、だから仕事とかで、まあ、まあ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 、なんかそのあんまり物をこう、スーツとかでこう物を持ち歩けないと。まあもちろんバークに入れたら別に関係ないと思うんだけども、内ポケットとかに入れるときにあんまりそのデバイスの厚みが出て欲しくないとか、そういったとき、ね、日常の中で言えば、えー、ストレートで、えー、持ち歩くと、使っていくと。 いうことですが、まあ、その、休日とか、まあ、もうちょっとラフな格好でもいいよね、という時には、えー、もう一つのディスプレイが備えられたケースを搭載して2画面で持ち歩くっていうのも全然できますよね。で、これね、大きいのが、えっと、LG の、まあ、このシリーズ、まあ、その、投入する国にもよるんですけども、大抵の国ではですね、えっと、この、例えば今12万とか14万といった価格で、それが、 もうそのもう一つのディスプレイが備えられているケース込みの価格なんですよ。だから2画面をっていうところなんですよね。だからもっと言うとソフトバンクがね、一昨年ぐらいに出した2画面 LG のね、その G8 だったっけあれがめちゃめちゃ安かったんだけど、めちゃめちゃ安かったんでそこよりインパクトはあの低いですけども、ただ見たスペックは素晴らしいじゃないですか。4K ディスプレイですよ。で、スナドラ888ですよ。 ラウンも12ギガが最低、最低で12ギガですよ。バッテリー4000ミリ超えですよ。4300だからね。高速充電にも対応して。そして5眼カメラです。ね。これで12万だったら、まあ俺は、納得できるんじゃないかなっていうふうに思うのよ。これはすごいものを作ってるね。めっちゃ期待しちゃうわ、これ。で、なんかその、 まあ、リークされてる画像がですね、今、俺がこの動画撮影の時だと、グレーのものしかちょっと見つけられてないので、余計そう思うんですけども、すごく、なんかその、中高年に受けそうなデザインに見えちゃうじゃないですか、これが。ね、で、なんかソニーっぽく見えちゃうでしょ。ソニーっぽく見えちゃうじゃないですか。うわー、なんかだから、うーん、エクスペリアよりもエクスペリアらしい、なんかスマートフォンが、 えー、作られてるなというふうにですね、思ったところなんですね。これどう感じます俺、これスペックも、だから、すごい言葉にさ、どんどん詰まっちゃうぐらい興奮しちゃってるんだけど、LG が自分たちのその発表会の中で、しっかりそのスペック以外のものにもしっかり言及しなきゃ、えー、いけないし、で、まあレビューはですね、そういったような方々のものも、えー、待たないと、その明確なこととか、その期待もしっかりとこう、 何て言うんだろうな。うん。いいものとしてね、見えるかどうかわかんないんだけども、でも今出てる情報からだとめちゃめちゃ期待したいスマートフォンになってませんかこれ。LG はパッとしないんですよ。目の付けどころは素晴らしいし、やってることもね、面白いなって思うこともいっぱいある。で、日本ではそのソフトバンクでめっちゃ安かったのがすごくインパクトあったけど、それ以降は、うわ、なんか価格めっちゃ高くなくなっ 高くなったねとかって言われてしまうとか、そういうのもありましたけども、ありましたけども、このスペック、すごく期待だよ。<laughs> 本当に、うわほらだから、来たじゃん。 もう、その、ギャラクシーのさ、その発表会待ちの動画の中でもちょっと言いましたけども、これ、その、1月の15日にギャラクシーアンパックとかあるわけですよね。そこからもう前後1ヶ月は本当に我々が悩む、悩みに悩む期間なんですよ。これ、まだリークの段階でもこんだけ楽しみなものは、早く正式なものを見てみたいですっていうものがね、出てくる。LG から出てくるっていうのはね、 今年すごいことになりそうよ、これ。だってまだまだ、OPPO もそうだし、ワンプラスもそうだし、シャオミも、これからハイエンド機がね、よりいいものが、リーズナブルでいいものもとか、出てくるし、それから言ったらまあ、シャオミック系列で言ったら、例えばブラックシャークなんていうさ、もうパワーにパワーをこう、突き詰めたゲーミングスマートフォンを待ってる。もちろん、ASUS の中で、そのログフォンなんか待ってる。すごいことになりそうよ、今年。 この段階でここまでですよ。ああ、いや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 、すごいぞ。すごいぞ。もちろんですね、同じような使い方というところで言うと、今年もう一個期待されているのが、Galaxy の Fold3 だと思います。ZFold3。こっちはね、あの、S ペンが搭載されるだろうというふうに、もうずっと言われているわけなんですけども、こっちもね、もちろんこっちもすごいと思うんですよ。その、今、今回出てくるのは、 えっと、Galaxy S シリーズが、まあ、最新の、えー、サムスンのハイエンドキーということで、えー、どうでしょうっていう感じでもうどうやって出てくるわけなんで、もちろんそれはすごいスペックが高いものでしょう。けども、Z Fold 3も、その、2021年、1年の中期のところ段階では最高スペックのものになるはずなんですよね。そう考えると、でっかい画面ではないんですよ。でっかい画面ではないから、 まあ、って思う部分は、こうでも難しいな。もう今の段階からめっちゃ悩むな。V70Sync。どうこれは、これはすごいんじゃないか。これはすごいんじゃないか。もう最新、最、最上位機種なんて 512GB でしょだから 4K のコンテンツとか楽しみ、まあ、放題ではないけども、めっちゃ楽しめますよ。 めっちゃ楽しめる。少なくとも、2 5 6ギガのストレージのエクスペリアよりはいっぱいコンテンツも入れられるしね。もちろん自分たちで撮影したものも保存できるし。あの、高品質なカメラで撮影したものを保存しておきますっていうのも,もう、もう倍違うんだから、できるじゃないですか。で、バッテリーも多いんだから。これすごいい。 めちゃめちゃバランスのいいんですよ。これ、今だからこそ、すごく高いスペックって思われる時ですけども、これ多分2021年だったら、まあまあ高いぐらいなんですよ。まあ割とそれでも普通寄りなんだと思うんです。今リークされてるギャラクシーのスペックとかからも見てもそうじゃないですか。大体がこれぐらいになってくるんですよ。だから、すごくバランスのいいところを、LG はやってるんだけども、今の段階で見るとめちゃめちゃいいものに見えるっていうね。 これ、いいな、面白いな。2021年も、だから言ったでしょ。本当に楽しいことになってくよ、これは。この段階でも超楽しいっすよ。ギャラクシーが来て、この L まあ、韓国勢だけの話になっちゃうんで、ちょっと申し訳ないけども、ここに日本メーカーはついていけるのかいこれは、だから頑張ってほしいよね。 どこか一つだけでもしっかりと勝てるような要素を日本メーカーにはちょっと突き詰めてほしいなと思うんですけども。出てきましたね。うん、で、まあ実際問題はエクスペリア 4K 解像度で今 90Hz なのかな ?60Hz なのかなあれですけどリフレッシュレートが。で、そうなってるのは、そのエクスペリアの例えばワンマーク2に搭載されているディスプレイっていうのが、2年前とかのものなんだよね。開発されてた当時のやつがね。 1>, 1年前、2年前とかのものなんですよ。だから、それを後追いで搭載させてもらってるっていう感じなんですよね。ソニーモバイル的には。だけども、LG は自分たちがディスプレイ作ってますから。本当にいいと。品質的にもこれ量産できるとかも全部担保されれば、こうやって自分たちのスマートフォンにいち早く搭載するんですよ。 ってことはよ、本当だったら、まあみんなが思ってることだと思いますけど、カメラ周りなんかは、そのー本までしっかりやってって思らせる、それ当然のね、あの、意見だと思うんですよ。こういうことだよね。こういうことですよ。LG。4K 解像度、21対9。120Hz のリフレッシュレート。輝度は1302と。ね。ここまでの情報出てきてます。もちろんその、色域も高いですよ。これは素晴らしくないですか これは本当に正式発表、めっちゃ楽しみだなというふうに思います。ちょっとね、思いのほか興奮自分でもね、あのカメラの前で話してて、あれ俺こんな興奮してるのかと思いつつもですね、割と長くも話してしまいましたが、申し訳ないんだけども、それだけちょっと楽しみだというとこです。はい。あの、正式発表、待ちましょう。ということで、また見てな。バイバイ。